さあ皆さんお分かりいただけましたか。明日も美味しい焼肉をがテーマの焼肉スナック、夏場に行ったんで僕は汗だくです。このキャラクターが何とも言えないですね。お肉をしっかり大事に抱えてますね。今日はお宅の友人と一緒に行きました。この非日常感あふれる感じいいですね。厚切り上タン、これはタワごとなんですけど、個人的にはやっぱ薄切りがいいね。昔から薄切りばっか食べてたもんで、今日はスナック王道コースを注文しました。サンチュ、キムチ、ご飯食べ放題、やりたい放題ですね。お子様も限定の、これはサンチュですね。まあ韓国人はお肉の3倍は野菜を食べるというまあ言われてますから、日本人も真似しなきゃいけないですね。こちらキムチですね。可もなく不可もなく、サービスなら合格点という感じでしたね。ただ個人的にはキムチはもっとインパクト、ニンニクのガツンとしたインパクトが欲しいですね。キムチ単体で言うと焼肉セータという名古屋のお店がおすすめですね。サラダも可もなく不可もなく、こちら塩だねですね。ちょっと冷凍で生臭かったかなっていう感じですね。やっぱ塩タンは生に限りますね。ニンニクを絡めて食べる塩タンです。こちらが近江牛ですね。こちらはうまかったですね。近江牛って結構美味しいんですよね。辛口言うと近江牛のみ美味しかったですね。申し訳ございません、お店の方には。ただ個人的な見解なので誤解はなさらず。お米はお米の匂いがふんわりとして何杯でも食べたくなるような近江ごめ、最高でした。ごちそうさまでした。こちらすき焼きですね。肉が硬かったですね。多分でか3500円でこの量ならいい肉は使ってないと皆さんもお分かりかと思うんですけど、こちらは卵にかけて食べますね。残った卵は卵かけご飯にすると美味しいですよとスタッフの方が丁寧に教えてくれました。こちらハラミですね。ハラミもちょっとうんっていう感じですね。こちらホルモン盛り合わせ、皆さんが想像している油たっぷりのホルモンじゃなく、ミノみたいにコリコリしたホルモンでした。これも運でしたね。こちら冷麺、無味でしたね。はい、ごめんなさいです。冷麺なら柳橋市場岐阜の玉宮にもある焼肉冷麺二郎、こちらの冷麺がナンバーワンですね。穴場で言うとチェーン店の煙木の梅しそ冷麺も美味しかったです。ごまアイスクリーム、こんだけの量で3500円なら文句は言えねえや文句は言わせねえやって感じなんですけど、僕は文句を言わせていただきました。文句というかあれですね、はい、赤身焼きすき、こちらですね。コース料理、まあ、名物だけあってリピーター続出なんじゃないでしょうか。やっぱこちらはスナックは大阪が本店だけあってコスパは最高だというふうに思います。ただ僕はまたスナックに行こうとはならなかったですね。僕の中では加工気味ですね。はい、スナックの経営者はもっと思考を凝らした方がいいかなというふうに思ってます。やっぱ一品一品頼むと焼肉は高いので、盛り合わせとか、まあ、この店あるんですけど、そういうのがあるとまあ、ありがたいですよね。名古屋なら1人だいたい焼肉の相場は5000円ぐらいですね。高いところだと6500円とかしちゃいましたね。名古屋の焼肉で美味しいお店を今から言います。焼肉あずま、こちらは名古屋の河村市長の行きつけのお店でボトルもありましたね。柳橋市場の和肉、
そして西区の竹之内焼肉セーター、こちらのお店が美味しかったですね。こうつつけがたい感じですね。強いて1位を選べというなら和肉のランチですね。こちらは田島牛を使ってメス肉でしたね。サラダも美味しく、トータルバランスはいいんじゃないでしょうか。ただ今言った5店舗は全て美味しいですね。間違いなく美味しいお店なので僕を信じていただきたいなと。まずかったらお金払ってもいいよという気持ちでいます。岐阜なら難しいですね。まあ、強いて選ぶんならスヤかなと思いますね。塩タンオンリーでいうと桔梗園という老舗も美味しいんですけど、桔梗園は塩タン以外はちょっといまいちだったなという僕の個人的です。母ちゃんは全部うまいと言ってたね。僕はちょっといまいちですね。ただ、東海三県ので安くて美味しいお店ナンバーワンを紹介するなら一宮の山力ですね。こちらは賛否分かれると思うんですけど、ニンニクがたっぷりで翌日超臭いんですけど、こちらの山力がお値段だいたい1人2500円でたらふく食べれますんでね、トータルバランス的には山力かなというふうに思ってます。スダクは2022年7月現在で36店舗全国チェーン展開してますね。36店舗目はなんと東京に進出したそうです。これがどう転ぶか見ものですね。僕個人的な感想だとちょっと難しいんじゃないかなっていう、なんかそんな感じが僕はいたしますね。まあ、僕の味覚は全てじゃないんですけど、こちらの名古屋栄店の焼肉スダクは日曜日の6時から7時半まで滞在しましたけど、お客様は3組と他のお客様にもちょっと不人気だったなっていうのが現実のお話となっています。韓流ね、韓流ブームに乗っかるのはいいんじゃないでしょうか。韓国人が美容にこだわるモッコリですね。マッコリか、まあちょっとど忘れしたんですけど、ドリンクもちょっと安いですね、名古屋にしては。でも焼肉スダクには頑張ってほしいですね。やっぱこんだけ努力してるんだから、やっぱ頑張っていただきたいなと思いますね。唐辛子飯聞いたことないな。失礼します。スダク香ばしちゃです。すごいな。と黒ビールエビス、はい、スダクコーラです。はい、ありがとうございます。これからも焼肉巡りまだまだ探せば探すほど出てきたので、これからも巡っていきたいなというふうに思ってますので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。視聴したら必ずチャンネル登録をしていただきたいかなと思ってます。ではバイチャー。